なるほど。どういうこと？膝が攻撃しすぎないように。そっちに行かないように。もう逃げない。イメージを。そう。イメージ。おざす。え、ちょっと待って、ゆきらちゃん、久しぶり。あの、前回は、あの、俺が体調崩しちゃって、はい、あの、ごめんね、その時は。はい、大丈夫です。ちょっと待って、爪切ってるところから始まった。いや、ちょっと待って、今飛んできたんだけど、なに、え、なんで爪切ってんの？え、なんかネイルがすごい長くて、はいはいはい。保護する時間なかったんで、あの、爪切りお借りしてます。え、それなに、ちゃんとネイルしてたのに、はい、中指と人差し指を切るっていう。2本だけ。え、これしかもさ、これなに、チップ？チップです。もったいな、大丈夫。まあまあまあ、まあ、大丈夫。100キロ出すためなら、100キロのためなんで。あ、やばい、地爪行ったかも。やばい、マジか。やばい、ストイック地爪まで行くってすげえわ。やっぱ違うね、100キロ出したい女は。恥ずかしい、初めてなんですけど爪切ってるところ。オープニング確かに、誰も、俺も初めて撮るかもしれない。こんないいね。やばすぎ、なんかうわ、すごい。どうなってんのこれ。あ、ほんまや。でも本当俺可愛いネイルやな、これな。まさか。まあまあまあ、これでいかせよ。よし、じゃあ頑張ろう。はい、今日よろしくお願いします。よろしく。水分が、え、足むくむとこうやってなんか下ろすみたいな、なんか気持ち的に。あ、なるほど。この体の中心にね、水集めて。え、だってむくんでないでしょ、別に。いや、むくんでる、むくんでる。全然分からん。やばいやばい。なんか今日公式球やるんで。マジで。あ、デビュー。お、ガチで、あの元プロがちょっと2時ぐらいに来るから、はい、その時までちょっと肩作って、はい、でそのもともとちょっと時間ないらしくて、あの一言二言アドバイスやるらしい。そうそれで行こう。ちょっと今日新しいボール託すから。これサムネになっちゃうよ、ちょっとちょっともう一回あの寝といてこうやって。よし、よし、皆さんこんにちは、野球ちょまのぼこです。ゆうたです。よろしくお願いします。バーバーバー。はい、やっとか。お前さ、あの学校、今日学校は、学校は、うん、ちょっとヒゲも生やしてさ、開校記念日です。開校記念日とか。でも昨日さ、はい、あの空いてないとか言ってなかった。そうあの昨日なんかドタキャンしようと思って、あの今日目撃情報で、はい、一回いいですか、はい、説明します。昨日電話来たんですよ、はい、向こうさん静岡にいる時に、はいはいはい、で僕とりあえず行きますって言ったんですよ、うん、電話切った瞬間に不快に行きてえなと思ってあれそういうので、あのまさかのドタキャンするっていう、ね、御徒町の自由に今日行ったわけですよ、はいはい。それでは服を買ってたんですよ、はい。まあ、そしたら、はい、とあるね、はい、筋からのね、はい、目撃情報が入って。そうなんです、あの僕の知り合いが学校って言ってたのが、はい、バレました、はい、学校じゃないのが。今日はなんかお前さ、はい、すいません、 あの子とコラボするの緊張してさ、なんか俺らこと誘い断ったんじゃないこれ。違う、来てなかっただろこの前。早速呼んでいいか。よいしょ。よし、じゃあゆきらさん、カモンカモン。はいはい、はい、どうぞ。こんにちは、はい、お久しぶりです。はい、日体大卒のグラビアアイドルです。はい、ゆきなちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。どうも。前回は僕が体調崩して撮影に来れず、すみません。本当だよ、はい。大失態です。なんか、ユウトとユウポがめっちゃ頑張ったらしくて、ね。大奮闘でした。で、なんかあの裏で、ゆきなちゃんが、これ大丈夫かな、大丈夫かなって心配。あの、初っ端から心配されました。マジか。ユウポだってオープニング撮る時、これだったもん。やばい。しかも、途中から動画の趣旨変えようとしてきて、私を脱がすみたいな。なんだそれ。ユウポンです。それはね、語源があるよ。それはね、村沢さん。ユウポンです。ユウポンがやりました。今日は村沢さんいません。あちょっとほっとしてたんじゃない、もしかしたら。そう、もうなんかいつも あのロングのやついないぞって味方側だったのに、なんか負け落としてきて。確かに途中から3対1みたいになってましたもんね。でも打てちゃったみたいになってたもん。今日は平和な撮影になりますかね。はい、まあ、平和なというか、ゆきなちゃんの目的は球速100キロを投げて、プロ野球の始球式に呼ばれることなんで、はい、今回そのためにさっきオープニング撮りましたけど、うん、爪見てください。爪切りました、はい、あら、地爪も切りました。地爪まで切ったんだ。そういうことです。さすがです。気合が違うからね。で、あの今日は初めて公式球を投げます。お、前回多分ね、あの軟式やってゴムボール投げて、うん、もうあのちょっと実戦向きじゃなかったから。確かに。もうプロ野球のいよいよ今年こそはということで、今年の秋ぐらい目標かな、はい、もしかしたら8月9月ぐらいの最終戦とか、ただシーズン終盤、はい、そこに向けてちょっとゆきらちゃん、あの呼んでほしいので、今日はオールスター終わりぐらい目指して、はい、これでやりたいと思います。お願いします。どう思った感覚どう。え、でもあんまり、うん、あの変わんないか。あ、変わんない、うん、大丈夫です。
でこの後ちょっとあの元プロがちょっと顔出してくれて、誰だ一つ二つあの元プロくれるっぽいんで、限られてるぞ元プロって、はい、その間にちょっと肩作って、巨人かロッテか、はい、あでもう一個あのゆきやちゃんはこの日のためにトレーニングしてきたんですよ。え、この日のために、どんぐらいどんぐらい、もうこんな話、いやもう1ヶ月みっちりやば筋トレを向こうさん見習わないと、いや急速じゃ上がってるはずや、多分上がってると思うんですよね、うん、前回が 80?5ぐらい、5か6だったよね、5、6ですね、うん、90はいってる気がします、ちょっとステップアップしていこう、そうだ ね、今日はそういう回なんで、うん、じゃあ元気出していきましょう、よっしゃ、それでは動画をご覧ください、よろしく、忘れてた、忘れてた、忘れてた、久しぶりすぎたい、6月19日にあの私のファースト写真集が発売されます、 Amazon の予約始まってるのでよろしくお願いします、しかもその中あの紹介文に何か書いてある、そう紹介文にあの野球系 YouTuber の動画がバズったって書いてある、向こうさんです、ありがとうございます、まさかのいろんな方が見てくれたよな、本当ね、これはもう向こうさん予約するしかないですよ、いやもういや俺はもう10冊ぐらい買いますよ、さすがに、さすがにお願いします、あじゃあ今いやあの変態カメラマンに10冊ぐらい買ってもらおう、あの野球のカットもあるんで、お動画の動画じゃない写真集の中でもちょっとセクシーな格好で投げてます、おどこで撮影してきたの場所は、あでも全部関東です、千葉とか地元とかです、そうかそうかそうか、そういいねいいね、今日の意気込みお願いします、ガチです、お髪結んで今日の意気込みをお願いします。公式投げるのは初めてですか？初めて、なんかちゃんとピッチングするのは初めて。おお、じゃあまだ球速もどんな感じ、速くなるとかもわかんない。わかんない。どうなるか楽しみです。久しぶりすぎて。そっか。楽しみ。え、前の撮影以来ですか？いや、ではないけど練習1回か2回ぐらいしたけど、全然。急速上げていきましょう。はい、じゃあゆきのちゃん、まずねしっかりあの髪もアップアップなんかアップなんか、うん、ポニーテール？ポニーテールアップ？ポニーテール？そう、普通のポニーテールね。ポニーテールとちょっとあのハイアップみたいなね、そんな感じでちょっと後ろ見てください。こんな感じで。おお。仕上がるっぽい。いいね、仕上がるにそうです。はい、そんなゆきのちゃんにまず公式結構負担かかるんで、うん、あのまずはちょっと球の回転、うん、あの見ていこうかなということで。はい、レモンボール。レモン。はい、これしっかりとしたあの投げ方じゃないといい回転が生まれないんで。はいはい、はい、ちょっと早速。3本で、うん、そう3本で、いきまーす、はい、よっしゃ、いや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 あれゆきなさん、ゆきなさん、ドッジボールじゃないよこれ、ドッジボールじゃないですよこれ、ドッジボールじゃないよこれ、ええー、どうしたどうしたどうした、目覚めました、えアウトだわ、おおおお、今日ナイスボール、おお、いいボール、回転が、おお、すげえ、今の今の今のめっちゃ綺麗、綺麗に投げればシューっていくから、あ、ちょっと今のあれだ、こういう感じ、あおお、ナイスボール、いい、ユウトさん、縦取ってあげて、はいよ、あ、ユウト縦ちょうだい、はい、そう、なんか爪長くて取るの怖い、ちょっと、あの、何だろう、前、前に投げちゃうとちょっと手首がこんな風になっちゃうから、うん、これでブレる、もうちょっと後ろでポンってこう弾くイメージ、はいはい、こう前に投げるんだけども、なんかこう、何だろう、テコの原理みたいな、あの、こう ならないように、ポン、ポンって感じ、リスト効かす感じね、そう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 、ちょっとこう、後ろで離すイメージ、そう、そう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 、あれ、砂ポンって、そうスナップスロー上手い系か、これは、そう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 、おー、いい、今の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 、あ、どっちボールみたい、ほら、そう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 、ナイスボール、これ、ラスト、はい、ちょっと後ろで、そう、おー、完璧、どうすか、はい、回転 OK、 回転いく、もう疲れてきた、早い、やばい、これはちょっと早めに仕上げないと、何してんすか、さて隣で、いや撮影、前はしっかりあのアップをしないとね、体操というか、カメラにお尻を向けてるのがやばい今のはやばい、今のはめちゃめちゃ映ってるよ、はい、あ、やっぱりちゃんと肩伸ばしてます、あ、そう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 、ゆうとこっち取っといて、やっぱりあの投げる前はちゃんとこういう風に、でこんなにあのサービス精神大瀬な子いないんで、確かに、だって人にさ体操見せるってなかなかなくない、レアですね、人生でほらほらカメラさ、俺笑顔振りまいてる、3台ですねで写真集はもうちょっと攻めてるらしいですね、マジ、はい、え、緊張とか全くないんだ、全くないです、やっぱそうだよね、むしろもう楽しかった、どんなポーズ、なんかどういう私が見られるのかなみたいな、
なんか、うん、撮ってると集中して、うん、普段じゃない自分みたいなのが撮れるから楽しいんですよ。あ、さっきも例えばあのカメラ回っててキャッチボールした時にもう真剣な眼差しになったもん無言で。確かに。だからそういう時がやっぱあるよね。スイッチ入りました。集中してるとやっぱこうなる、うん、なるほど。まだ今オフなんで、はい、これだろうか。確かにこれめっちゃお尻の向こうさんやってみ。確かに同じことやって、同じのやってみて。もうバキバキあの3日間の連続で撮影やったから。静岡で吐きかけてたから。そう、静岡で俺もう無呼吸で死にかけた。無呼吸症候群でこうやってこの無呼吸症候群。もっと伸ばして、もうちょっと伸ばしていいよ。誰？そうそうそう、こうもっとこう。誰？前に行くんだけど後ろに引っ張るみたいな。いやいや、わかんないわかんない。やってください。動き的になんかわかる。やってみてください。ちょっと肩肩やばいと思ったの俺。痛い痛い、ごめんなさい。すまん、ゆきのすまん。やばい、やらか。でも投げる前は本当にこんぐらいしない。大前筋と中前筋が。あ、その筋肉の勉強とかもしてるの？気持ちいいです。懐かしい、思い出す。でしたっけ。多分ね、前回の撮影ってさ2ヶ月ぐらい前だっけ。はい、多分。でその前のガチ投球が11月とかかな、去年かな。そんな前なんだ。じゃない、だから今2ヶ月に1回のペースやね。タラン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 。令和の虎でなんか穴開きボール投げてる暇ない。あれ何あれ、あれ何があったの。え、なんか穴開きボール投げてたよ、ちっちゃい。穴開きボール、うん、ちっちゃいさ、なんか あれですよ、卓球、卓球、ドンキの卓球が。なんであれでした。うん、あれしかなかったんで、あれで行こうと思って。で、一応ちょっとボールは持っていかなきゃみたいな。プニプニなくて。あれマジで笑ってさ、前でキャッチボールしいよ。あの、ゆっくり。そうそうそう。そういえば忘れてた。いきなりピッチング。ストイック。ストイックって言うんだよ。普通に危ない。大丈夫、大丈夫。やばいよ。うん、大丈夫、大丈夫。いや、やっぱ重い。久しぶりの感覚を。手痛い、大丈夫。大丈夫大丈夫。あいつやった、あいつやった、あいつやばい。ちょ、怒っていい、怒っていい、怒っていい。よいしょ。やっぱ感覚違うか。違う、ね、ちょっとこう重さ感じながら投げるっていうね。そう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 。おお、いい。うん、ナイス。なんか今日あのまた村沢さんとは違うカメラマンがなんかいるぞ。うん、ああ、いい、大丈夫大丈夫、大丈夫大丈夫、えい。てかなんか補給も上手くなったね。え、本当ですか。補給上手くなってる、普通に。そう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 、いや、もともとキャッチボール、なんか行っちゃうんだけど右の上の。そうそうそう。で、一個原理を言うと、あの、軟式ってゴムやから、で、これは、あの、革でできてるんよ。ちょっと滑っちゃうよね。ちょっと上からこう、押さえる感じ。あいつの、この、あの、腹ら辺を狙うイメージで。なんか、本気で投げないと上の方に行っちゃう。ああ、うん。滑ってね、そう。ちょっとすって。あ、そう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 。大丈夫、大丈夫。で、今のは腕だけしか使ってなかったから、ちょっと体全体で軽くこう、ポンポン。いや、一回ちょっと疲れちゃうから。あ、そうそうそう。早い早い早い。それか軟式やる、どっちでもいいよ。公式がいい。あ、そうっす。ストイック、うわ、そうそうそう、いいね、いいね、いや、いい。マジか。あーあああいつやってるわ、あいつやってるわ。おい、ユート、あいつ、あいつユートって言うから、思い出した。ちゃんと投げろやつって。おお、ナイスボー。69キロ今の。ええ、今の69か。一旦体大きく使ってみたら。そうそうそう。でもなんかいける気がする。うん。あ、今出なかった。前回覚えてる、なんか、なんか何言われたとか。なんか。うん。こうちょっとここになんか、あ、そう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 、なんかここにある感じで、うんうんうん、こう行くみたいな、こうね、勢い作って、そう、ここでちゃんと支える、おお、全部覚えてる、え、予習してきた、もう頭には、頭に入ってた、あの、ちょっとなんだろう、うん、近く、
そう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 、体の近くを通す。ちゃんと覚えてるやん。なんか前回ね、あのおふざけ野球みたいな感じで対戦やってたから覚えてないかと思ったけど、あ、そうっす。行くぜ。うん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 。一回こっちに乗せて、右に乗せて、そうそうそう。で勢いよくグッと暴投していいから。行くね。最初どっち向いてるのか。こっちだね。いつこっち向いてるの。投げる前かな。お願いします。起きた。測れてないんかい。イタリアっぽく。イタリアっぽく声出した方がいいと思います。え、いつ？投げる瞬間。投げる時。これ、ゆかりちゃん、ピッチングにもつながってるかも。ピッチングの時もそう、力入れるポイントって、やっぱ全部、なんていうの、集約させないといけないから。だから今、この時点で、やー言ってたから。だからリリースポイントの時も、ここで力を入れないといけないのに、なんか、ずっと力入っちゃう。あ、そう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 、だから、0から100みたいな、そのトレーニング。はい。おそー、これ一番取った今の一番取った。あの旗が取れそうだった。ラスト。え、今の感じ、今のが一番ね、力が伝わるっていうか。にゃー、おー、オッケーよし、で、これでボール軽く感じるから、いけるよ。そう、ナイスボール、ナイスボー。今のグー、はい、怒っていいよ、怒っていいよ、怒っていいよ、ちゃんと測れ。なんで何その怒り方。申し訳ない。怒り慣れてない、あんま一人怒られ慣れてない。多分あのちょっと似てるもんね、俺と。怒られ慣れてない。そう、怒り慣れてないでしょ。怒り慣れてない人。あ、これはしゃぎゃちゃん、いやーいやー、いけ。いけるさっきのメディシンの量量で力抜いて。そう、ナイスボー。73、おー、来た、滑って73、上がってきた。いい、出力上がってきた。この辺に。プロの人来る前ちょっと待って、一回やすの、じゃ大丈夫。もうちょっとで多分来ると思うから。うん、ナイスボー。あった、やばい、それあのいいボール、今の強一じゃない？今のめちゃくちゃ。なんかここら辺にめっちゃ力入ってます。あ、そうなんや。なんかもうここら辺から上げる。あ、そうか、じゃあ腕が触れてない。イメージはフンっていうのだけど。はいはいはい。なんだろう、ここら辺でずっと力入っちゃうんですよ。もうこの辺でグッってきちゃうんだ。うん、最後に入れたいのに。うん。ここら辺でもう入っちゃう。じゃあちょっとさ、ここに軽く投げてみたら、こうやってパッて、パッて。そう、力抜いてパッ、そう、力の入れどころ確認。でもね、ゆきなちゃん、あの俺も数々の女子たちとコラボしてきたけど、100キロってマジでむずいからね、普通にマジで20何人いて2人ぐらいしかまだ行ってないから。でもガチで狙ってるんだ。そうで、しかも筋トレしてきたし、もう撮影とかじゃなくて。もうだから、いざキャッチャーが立つとちょっと景色変わっちゃうから、なんかいけそうけどね。いやいやいや、え、女王。なんか、ね、無言。めっちゃいいな、お前。お前足が来るから、大丈夫。でもなんか、しゃがんでる方がいい。うんうん。投げやすい。そう。え、今の感じで、OK。今の感じでね。イメージ。大丈夫よ。日体で卒業してるから。大丈夫。いつだって体現してきたから、大丈夫。77。おー、来た。あ、いや、いいよ、今のグーめっちゃ綺麗やった。でももっと抜きたいってことやな、本当は。あ、あと前で左手も言われた気がする。あ、入れ替えるみたいな、左手に向かってこうで、そう74。おー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 、来た。
なちゃん、ゆきなちゃん、大丈夫、ゆきなちゃん、泣くな、大丈夫、ゆきなちゃん、泣くな、ゆきなちゃん、泣いといて、泣いといて、ちょっとゆきなちゃん、泣くなって、今来てくれたから、救世主が、ちょっと、球速がさ、球速が7キロぐらい落ちたからって、泣くなって、ちょっと待って、泣くなって、え、この間の人だ、はい、お久しぶりです。はい、はい、で、あと、痩せた。あ、ちょっとシュン君こっち来て、シュン君こっち来て。あの、今、訳あって、シュン君が来るまでに、ちょっと、久しぶりの原シュン君です。元の千葉ロッテ。ありがとうございます。はい、あの、この日のために、ちょっと痩せてきました。で、髪もパーマかけて。かけてない。で、今の現状言います。あの、前回、シュン君に教えてもらった時、多分、マックス85。で、あそこから、まあ、1回のちょっと遊び野球を経て、はい、今久しぶりに、てか初めて公式ボールをちょっと投げてもらってる。あ、もう始球式に向けて。で、爪も、どっちも切った。あ、すごい。うん。で、ストイック。で、で、靴は大学時代の靴。そうそうそう。名前に。名前に。ちょっとね、にじんでるけど、オッケー。っていう状況で今投げたら、マックス今77。で、力の入れ具合がちょっと分かんなくなっちゃってて、で一応シュークに教わったことはこう左腕とか、はい、体重移動とか、はいはい、平身運動こう横の動きとかは今教わってるんだけどやっぱ忘れちゃってるからなんか腕だけ感がすごいそうなるほどでなんかバラバラっていう状況で今泣いてたそう3球ぐらい3球ぐらいよしああ前かうん、こっちも打ちゃってるからこんなやり方だとすごいこっちの力が必要なの確かにだけどパターン転向のままだと、はい、はいはいはいおっ早っうん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 なるほどそう